裏山にヒグマがいるという NHK の番組を見て、古平町のヒグマ事件で感じたことを書いてみました。ヒグマが危険な北海道の裏山などは今現在数多いです。その現実を知らないとか、諦めて仕方なく住んでいるとか、一方でそれを楽しんでおられる場合もあるかもしれません。この動画は私とヒグマとの出会いを元にして制作いたしました。机上の空論ではなく実体験です。数多くのヒグマとの出会いがあって襲撃を受けたこともありました。その私がヒグマといろんな状況で見たことをもとに、 NHK さんの番組で気づいたことなどを書いてみたいと思います。さて、 NHK の裏山にヒグマがいるという番組を昨年12月29日に見ましたが、何か後味が悪かったです。この番組の再放送が今月2月23日午前10時から放映とのことです。私の動画を思い出しながらご覧いただきたいと思います。北海道の裏山周辺、ヒグマは状態を変化させながら生息しております。後味が悪かった理由は、昨年5月15日のことなのに11月29日に身柄探しに出かけたということ、それも小雪が舞うし、結果身柄は得られなかった。再び今年春ごろ身柄探しの予定とのことだが、あるとすれば服の切れ端とか、あとは腕時計くらいまでで、食べられたり腐敗した身柄の発見までは至らないと思う。もしも捜索するのであれば、雪が溶けて草木が芽吹く前が適期と思う。ご主人様が裏山に竹の子取りに出かけたっきり帰宅しないので捜索したが見つからず、次の日早朝から捜索、リュックや穴の開いた長靴、噛まれたような靴下などが発見され、そこで初めてヒグマに襲われたと分かったそうです。行方不明の死、その原因が分からなくて気味が悪かったことと思います。事件の概要は次の通りです。2020年5月15日に行方不明となりました。翌日の16日の早朝6時から捜索が再開され、9時30分くらいにリュックなどが発見されました。17時も朝から捜索が開始され、発見には至らず、この日の夕方に役場と協議の結果捜索を打ち切り、問題個体の駆除に重点を置くことになりました。結果的に捜索は3日間で終了となりました。行方不明当日5月15日からの状況としては、その遺留品が見つかるまでヒグマ市内ではないとの想定で、道警や北海道のヘリコプターや熊よけのサイレンを四六時中鳴らしていたそうです。このことにより遺体は遠くに運ばれたか、土饅頭にされたものと思います。普通であれば遺留品の近くに遺体があると思うのに、なぜないのかと思っておりました。さて、話は戻り、その頃であれば服などや身柄などがもしかすると発見できるかと思うが、その時期を逃した場合発見は難しい。さらに人骨は柔らかいので、一番最初に箱罠にかかった大熊であれば噛み砕いて跡形もない可能性は高い。白熊の噛み砕く力は 800kg とも言われているが、そこまでなくても人骨などは簡単に食べ尽くすと思われる。ただ思うのは、探されたと思うのだが、その探し方はどうだったのだろうと思う。どのような探し方をされたのか興味深い。
同時に5月19日にヒグマの糞があったが、この糞はどう処理されたのだろうかとも思う。雨降りにかければ、もしかすると被害者の身柄が含有されていた可能性があると思う。事件から4日も経っていないとすれば、その可能性は高かった。番組では、茂みから至近距離で襲われたら銃も使えませんとの言葉があったが、そのようなことはない。ただ気になったのは、そのような危険な状況であれば、なぜに銃に銃袋をかぶせているのかと思う。その状態であれば、至近距離では対応が難しい。それくらいヒグマの動きは速い。ヒグマが本気になると、大きな前足の動きは目にも止まらないほど速い。そのような状態なのに、銃に弾を装填していないで、もしかするとハンターの誰かが襲われている時にカバーを外して装填して発砲するつもりなのかと勘繰りたくもなる。いずれにしても危険と認識しているのであれば、瞬時に発射できるような体制にすべきと思う。この状況を見ていると箱罠猟ばかりしているからかとも思う。支部長のお父様がおっしゃっていたが、ヒグマを仕留めるのは誰でもできることではないのは事実である。そのため危険なリスクを冒してさらには人食いグマがいるのに入山行為は自殺行為であるのは間違いない。その恐怖心が強い時には遺留物捜索は大変だったろうと思われる。それは至極当然で、人間である以上怖い獣が住んでいる森には近寄りがたい。リュックとか軟骨や靴下の遺留物が発見されたのが5月の16日で、その後糞発見が19日。しかしその後の捜索はしていなかったのは違和感がある。普通は身柄が発見されていないのだから1週間程度は捜索すべきではと思う。捜索していればドマンジュを発見できたかもしれない。襲われてすぐドマンジュにすることもある。そうでない場合、人間だと2日程度で食べ尽くすと思う。ヒグマは腐肉も好物なので、ドマンジュにしておいて腹が空いた時に食べる習性がある。11月29日に 2.5 キロの遠距離まで捜索したそうだが、ヒグマを取るためにそうしたのであればいいのだが、違う場合は残念と思う。それは意外と至近距離に埋められていた可能性があるからだ。そのため身柄捜索をするのであれば春先が一番いいと言える。現場付近の松立ち木についているヒグマの痕跡で爪跡とかせこすり跡らしきものが見られるが、マーキングが著しい。ここはヒグマが縄張りを固定するテリトリーである。テレビで見た限り、この地域は非常にヒグマの密度が濃い場所だと思った。普通は1番目の箱罠にかかったヒグマであれば人間を回収する能力が長けている。そのため人を襲うことが少ないのだが、ヒグマの生息密度が濃くなっていたのであれば、その限りではない。罠にかかったヒグマたちを見た感じ、一番最初のヒグマが人間に対する動きは過激なので、おそらくこのクマだろうと思うが、断定はできない。事件直後であればヒグマの爪を DNA 検査すれば判明したかもしれないが、箱罠にかかった10月7日では事件が経ち過ぎているため残念と思った。山裾から奥は広大な森林、裏山にヒグマがいるのは当然すぎる現状。逆に言えば、よくぞ今までそれほど騒がれもしないで何事もなかったと思う。テレビで見た光景はヒグマの好きそうなところだった。ましてやヒグマの大好物ネマガイダキが自生しているのであれば注意は必要だったと言える。今まで何事もなかったから警戒しなかったが、
水田が見られるので、付近では食用死骸があったのではと思う。この惨劇は、タケノコ取りに行かれてヒグマが潜んでいたのに気がつかず、あるいは気づいた時や逃げている時に襲われたものと思うが、大変不幸な事件である。タケノコ取りは支笏湖周辺でも襲われて大惨事を招いたことがあったが、竹林で遭遇したら逃げ場所がない。常に周囲を警戒が最善策。視界は悪いし、枯れたりなたなどで開いた竹があるので、タケノコ取りは本当に危険である。一部は植林されていて整備されている感じの裏山、餌もあるので周辺からも集まって、ヒグマの密度が増えたから起きたのだろうと思われるが、地元ハンターが意外と入らなかった感じがする。私の裏山は昔からヒグマの足跡がたくさんあって、ネタとも数多く見た。小さな頃から裏山を歩いてたが、真新しい足跡があっても出会ったことはなかった。当時はヒグマが自分を避けていると思っていた。ヒグマは人間を嗅がっているとよく言われる。私は数多くの出会いがあるが、一頭だけおしっこを垂らしているヒグマと出会ったことがある。これは間違いなく人間を嗅がっていた。その他は人間に気がつかれる前に逃げる。子連れであっても子熊より先に逃げるのもいる。子連れだからといっても全て人間に襲いかかってくることはない。一方、子を守るために身構えているのもいる。私が出会ったヒグマで47メートルで人の気配に気がついたヒグマがいたが、そのヒグマは超大物で眉間にシワを寄せて恐ろしい形相で睨みつけていた。この時のヒグマは人間を嗅がっている素振りは微塵も感じられなかった。要するにヒグマは怖がっていると思うのは人間の安全神話であって、ここの違いがあるため、そのような考え方はすべきでないと思う。逆な物言いをすれば、ヒグマはすぐに変貌する動物である。